ちらへ。お疲れ様です。今からどこ行くんだ。どこ行くんですかね。視聴者どもこの視聴者どもまた取材を決めたよどこ行くんですか。お前知ってるやんけ。さっき一回近く行ってやんけ。お前みたいで別の先まで行ってやんけ。お前合流しましたね。合流したからでも今日はちょっと取材を決めた行って、いや今日はちょっと本当仕事の真面目な話なんで。もはい、すごいけど俺が始まるのは何ですか。まあそれはいいよ。お前だって一回の兵隊だろう。お前会社の本当根幹をなすビジネスが、はい、今日またあるんだわ。マジですか。重大発表だよ今日。マジで重大発表。本当にマジで重大発表ですか。でもうちなみにヒントいいぞ。はい、じゃあ俺に顔させろ。三種の神器を持たせろ俺に。その1です、ね、もうジャンパーは来てるけどな三種の神器の1。その1ニカポカだろお前これ43なんだよね。パキッて言っちゃってだって YouTube 他の人面白いもん見てると俺も頑張んなきゃなあ。しかもな持って。ちなみに許可取ったんだ。許可取ったんですか、うん、とあるビジネスができる許可。すごいだろ。なんかすごそうです。なんかすごそう。全然わかんない、ね、もうわかんない。でも視聴者ごときのバカじゃわかんないと思うバカじゃないけど、まあ別にもう分かんないと思う。じゃあ経営者だもん俺。ちょっと SNS につながってんな。ああそうなんですか。まあマッチング道場ってやったじゃん。求人グな。あ求人じゃない、求人マッチングの求人道場、はい、ああ250社超えたなあれな。あ超えましたね。すげえな。だってまあ今あれもやっといてよみんなね。で本当に無料で求人できるの今だけ無料だから、はい、絶対得だから。でまあ有料になるのは有料で、まあそれは、まあ、告知もあるし、いきなり勝手に金が携帯から引かれることはないだろう。まあクレジットカードかなんかになると思うけど、はい、で今もう250社で今本当にこんな時でも忙しいっていう会社がやっぱ求人出してくれてね。それがもう掲載は百何十社かな、はい、うん、出てるから、まあぜひやってほしいんだけど、まあ SNS に関するビジネスだわ。次の許可までいるようなビジネス。許可までいるんですか。うん、ちらっと言ってるかな。よく YouTube 見てる人は分かるかもしれない。まあ何個かこういうのやりたいなみたいなこと言ってたんだ俺は。はい、SNS ね、そのためにやっとると、はい、とにかく俺は YouTube をやり始めたのが、はい、あれも誰もいねえんじゃない奇跡の。全然いますわとか言ってるけど、お前さっきここで待ち合わせしてやあれ伊藤くんお前の車止まってるやんここ。もうちょっと行ってみようか。はい、奇跡起きたぞ。さっきまで手に持ってた書類がねえわ出る時にマジマジ。いや俺これ書類絶対持ってかなあかんなと思って、はい、手で持っとったやん。はい、なんか俺帰りきが本当にこれ嘘じゃない。会社が本当に何年ぶりにブレーカー落ちて、マジで、はい、遅かっただろ来る。遅かったです。多分そこ置いてきちゃった。いやなんかパソコンが電源入らなくて、はい、また見てねそうそうそう、まあまあいやだけど思ったね、はい、いや許可書あったな、これちょっと貼っとこうか。ああ概要欄に貼っとくわ。はい、貼れんだろ PDF は貼れんだろ。そこに貼ってありますか。ここにここに貼ってあります。これ取れてでもいやまだ貼れんやん。告知しか貼れんがや。モザイクかけるけじゃん。ああじゃあこれで隠しとき。まあこれ見ても何かわからんかもしれん。見てピコハンマーだけがこれで最近よく来るもんで皆さん大発表。俺さそれ許可を取った問わね、はい、でその書類を持ってきてなんかごちゃごちゃってホントに今来るで会社が吹き落ちちゃって、まさかのその書類持ってくるんですよ。一枚そのあの大臣の印鑑みたいな。お前見た？見てないです。見てない。あのバーンってついたやつなんだけど発表するよ。特定技能の資格者紹介します。資格者紹介して特定技能の資格者紹介しますおお。特定ですうち実習生しか使えんじゃん、はい、特定技能っていうのが新しくできたの、はい、しかも建設業は去年の10月、はい、まあ、他の業種ではもっともうあるんだけどだんだんやってきて特定技能もう今建設業がもう5年10年で来れるし車の免許も取れるし組合倒産も呼べるってベトナムで結局免許取ったら取れていいそうでもしかしたら最長10年まで折れるもんね。そしたらもう半永久的に働ける。日本って10年以上おったらなんかビザが取れるってもうちょっと俺これ詳しい情報じゃないであの俺が正解じゃないよ正解じゃないけど
もしかしたらもう一生で免許を取らせる。でうちの今度は会社の従業員を取った正式に、まあ、一応今も社会保険入ってるので正式な従業員だけど、組合さんから紹介してきてるんですよ、はい、で紹介料とかも発生するわけじゃん。あ、毎月の管理費で書類とかもさ、あいつらは勉強に来てる、実習しに来てるもんで、ね、5年とかね。だけど特定技能っていうのはもう本当に働くために来てるんで、で、まあ、あいつらを特定技能に変えること。あ、変えれるんですか。変えれる。で、その資格を取ったの、その外の支援ができる。もちろん自分たちも入れれるし、よその会社の支援もできる。そ, それぐらいの興奮でしょ。で、それは何っていうと、俺はこれをもうビジネスにする。だいたいサポート料が、まあ今世間相場で 2,3 万ぐらいらしいの。だけどこれ年間100人とかあったら 2,3 万ってそんな儲からないし、で、あ、月2万円かなって。だけど俺 YouTube で広告宣伝かからんじゃん。そうっすね。だからあのマッチングと同じじゃん、求人の。ああ、はい。これ儲かるどうかわからんけど、逆に俺2万円とか値段どんどん下げてみればで、支援料、本当は書類料とかなんだとかイルクラとかいろいろあるんですけど、まあそれちょっと俺値段はまだ決めてないんだけど、でも安くていいもん絶対提供できるじゃん。そうですね。で、俺特定技能ってあのこの視聴者に興味があるってことなのかなと。で、これ取りたいなと。で、うちでも取れるじゃん。うちでもだってもう組合費とか、まあね、高い金払ってるでしょ。で、しかも3年5年で勝てちゃうでしょ。はい、で、免許取らしたら最高じゃん。めちゃくちゃ大きいからね。そうそう。で、これ5年とか、日本で3年とか5年とかおった子もまたその特定技能に帰ってこれる。ああ。で、俺が思ってるのはもう向こう行ってヘッドハンティングしてきて、あの5年とか3年おったやつ。ああ、はいはい。大きいですね。いや、これ、うん、そのあれでこっち来て免許取らして働かせて。そう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 。だから俺がもう別にうちの従業員で誰かに派遣するわけじゃないよ。で、視聴者の皆さんの会社で一人だけとか。あの実習生だったら許可がうるさいじゃん。レベルがそれなりにないと実習生入れれないじゃん。だけどお前でも入れるわ。全然個人事業でも入れるわ。もうお前今社会保険入ってるとか入ってるかだからまあ入れれんけど、でもまあ誰でも入れるわけ。でそれはもう雇う側だから、普通に従業員雇うのと変わんないから。でそれのサポートをその代わりちゃんと特定技能で来た場合はサポートしてくださいよっていう資格で俺サポートしてあげられる。でまだこれから準備して通訳入れたりとか書類の申請だとか何とかっていろいろ覚えて、まあそれを手伝ってくれてる人も何人も今おって、俺も組織としてこれやっていくぞって言って結構大々的に裏で準備しとったんだな、うん、で結構な費用もかかっとんだけど、もう今回許可出たんで俺はまずは愛知県だけ、まあ、いきなりちょっと遠くやったら迷惑かける。あ、まあ、まずは愛知県で俺らのそのね知っとる人間ブレーンが動ける範囲内でちょっとどれぐらい興味あるかな、視聴者の皆さんね、こいつ番宣で熱く語っとるやんみたいな感じだけどただの宣伝やんこいつ一生懸命語っとるけどだけどこれすごい制度だね。初めて日本が外国人 の労働者を認めた制度。今までは実習生とか何とか勉強とかいろんな名目で連れてきとったけど、で、あの語学で来て3年間働くとかそういう方法でいろんな裏技で働いとったけど、ダンサーとかいうのも違うの。でも今回初めて建設業で労働者を認めた法律なんだ、うん、それが去年の、まあ、トビとか、まあ、柔軟業種、俺その処理も全部あったんだけどそれも全部忘れちゃったもうちなみに塗装はね正式には決まってないから、まあ、決まるんじゃねえかっていう噂は出てるけど、まあ、まずはトビで愛知県でこれちょっと興味あるっていう人は概要欄にアドレス俺のやつ貼ってあるのかな、うん、概要欄に俺のアドレス貼ってありますんで、そこにあのメールいただけるか、インスタで小林克夫の方ね、自分の個人アカウントの方に送っていただいたらちょっとよう分かるようにして、俺ちょっとバーってもうめちゃくちゃ来るから気づかんとかあんで、もし連絡なかったらじゃあもう一回送ってまあでも今ねうちもちょっと昼間もちょこっと言ったけど、まあ面白い話も出とって、まあ M&A ってだいぶ前に動画撮ったじゃん、あの話がまた再浮上して違う物件が会社を買う、足場会社の、はい、でまた再浮上してうちより規模大きい会社が面白くなりますんで、また何？見とって。また見とって、俺ら面白くなる。いや本当、もう面白いから。でこれまた全国ビジネスになって、まだめちゃくちゃ面白いじゃん。で気づいたらみんながもう教育とかさ、海外ね、その話昔やってたよね。海外行って教えに行こうって。今ベトナムとかそっち系しか動かんから。でちょっとね、すぐ入れれるかどうかもわかんない。今ベトナムも飛べないとかそういう状況なんで、いつとかちょっと明言できないけど。とにかくまずはじゃあそれ興味ありますっていう人ちょっと集まったら勉強会かなんかでもやってもいいかな、説明会とかね。でまあ俺らにも会えるし、
でそういうものをちょっと興味ある人一回そう、あ、そうだね、じゃあみんな集めようか一回お前らも一緒に参加してよ、酒物ってな。あで、その勉強会みたいなで、俺もすぐだってもうまだいろいろスタッフも揃えなきゃなこととかもいろいろあるから今日の明日バーンと動くことじゃないけどこのコロナが落ち着かんと飛行機も飛ばないので今だからあの海外も行けないけど、まあ、これ本当に本気でちょっと考えとるんでぜひあの興味ある人ぜひ問い合わせください。よろしくお願いします。お願いします。ビッグな会社になるから見ててね。これ面白いよな YouTube 3人の会社めちゃくちゃ時間があってな。